今日の試合振り返ってまいりましょう。ハイライトをお送りします。今日は松葉と戸上の先発でした。5月にもこの組み合わせがあって戸上の方が投げ勝っています。1回の裏先頭バッター小田、積極的に本当にいいバッティングですよね。いいバッティングでしたね、はい、チャンス広がります。ワンアウト一三塁、4番の中島。去年ね、配球的に相手バッテリーの配球的に変化球だったのでどうなのかなっていうのはちょっとありますけどね、はいはい。中島の2点タイムリーツーベースヒット。オリックス初回2点を取りました。2対02回の表西武の攻撃、ワンアウトランナー1、3塁、バッター熊代です。ゲッツーが欲しかったところなんですが4、6、3で併殺崩れになりました。ね、この右バッターですからね、あのくらいの当たりだったらねゲッツーは取ってほしいですよね。そうでしたね、併殺崩れ。松葉1点を失っています。2対1オリックスリードは1点。4回の表ツーアウトランナー3塁、ルーキー外崎のタイムリーヒットが出ます。ここはもう打ったバッター褒めていかないですね、はいはい、よく打ち返しましたルーキー外崎、2対2同点。5回の表ツーアウトランナー1塁2塁、メヒアです。これやっぱりカウント悪くして少しね置きに行ったストライク取りに行ったようなストレートじゃなかったかなという感じしますよね。そうでしたね、はい、メヒアのタイムリーで西武勝ち越し3対2。5回の裏ツーアウトランナー2塁でまた中島が打ちます。いいところに落ちましたね、大石さん。そうですね、まあ、ですからこの2打席ともですね、フルスイングというか強振してないんですよね、とにかくヒットで返そうという気持ちが出てましたね、6回のシーンです。先頭バッター小島、セカンドへの内野安打です。盗塁します。ここはね、非常に取り切りましたよね、ランナー三塁に進んで俊太、小島がスタートを切る。ホームに帰ってきました。4対3オリックス勝ち越しました。7回の表ワンアウトランナーなし、3番で海田、渡辺、これはセカンドへの内野安打です。そしてツーアウトランナー一塁で中村との勝負、レフトへ大きなファウルです。ちょっとタイミングね早くて助かりましたけどね、はい、中村の表情がそれを物語っていました。その後は海田が中村から空振り三振を取ります。添えた階段、中村今日ノーヒットです。9回の表ツーアウトランナーなし、これで試合終了かと思われましたが取れませんでした。今のはレフトの方が大石さん良かったんですね。そうですね、はい、監督の時に殴り方をしてましたからね、はい。すると秋山にレフトへのツーベースヒットが生まれます。ちょっと嫌な感じでピンチヒッター森登場。19歳最終打席は森、空振り三振。佐藤達也が踏ん張りました。ご覧のように4対3オリックスバファローズが埼玉西武ライオンズを振り切って勝利をものにしています。